ラー、トゥベンハルミです。お元気ですか？私ね、ブラジル人のこう人間関係の作り方って私はすごく参考になるなって思ってて、なんかね、ブルーノとか見てると感心します。このさっぱりさが、さっぱりしてる、羨ましい。日本人って、まあ、くくれないけどね、私はちょっとこの人にこうやって言われたとか、その真意はわからないですよ。特に文字でのやり取りなんかは怖いですよね。私あんまり好きじゃないんですけど、だから SNS とかも私は基本は大嫌いなんだけど、Twitter とか Facebook とかもインスタとかも大嫌いです。嫌いです。文字でのやり取り。ましてや自分が知らない人とのやり取りなんて大嫌いで、ほとんどしないんだけど、まあでもね、まあオンラインレッスンとかもやってるから、どうしてもね、メールでのやり取りとかもあるし、まあ私ほとんどね、自分の友達とのやり取りってもう普段全くしないので、あんまり人間関係もないから、そもそも悩むこともないけど、まあ過去をね、遡ってくると、やっぱりその人間関係で悩むっていうか、誰々にこういう言い方されたとか、ちょこちょこあるじゃないですか。そういう時にすごく自分でも嫌なんだけど、気にしちゃったりとか。でもね、なんかそういう時にブルーノに言うと、結構ね、割と的確にね、まあなんかいろいろありますよ。ブラジルに行った時も、なんだろう、この人にこういうこと言われたとか、まあまあそこまで私は本当になかったけど、特に困るほどの人間関係がそもそも築けてなかったから、ないけど、でもブルーノのこう、人との付き合い方見てると、本当羨ましいとこがいろいろある。例えばね、今ブラジル人と仕事することが多いんだけど、すごいね、普段文句をやっぱ言うんです。愚痴をね、あいつがこうだこうだとか、なんかまあいろいろ仕事のことで文句を言うんだけど、じゃあもうその人と仕事するのやめたらなんて言ったりしてね、言ってんだけど、そうやって話してたかと思ったらパッて電話来て、電話出てその相手とね、あーって仕事の話はあってして、で、その最後の方にもうすごい爆笑しながら、ゲラゲラ笑いながら、あ、じゃあ今度なんか一緒に手発とやろうぜ、なんとかかんとか、とか冗談も言い合ってて、で、最近は、そっちはどうなのって向こうのね、近況報告なんかも気にしたりしながら、あれなんかさっきイライラしてなかったっけみたいな。ちょっと私よくわかんない、そういうの。私も結構好き嫌いはっきりしてるので、もう一回、例えばこの人にこういうこと言われたとか、なんか自分があんまり好きじゃないって思ってる相手ってどうしてもこう先入観出ちゃうから、偏見持っちゃうから、なんかそんなに明るくキャッキャキャッキャ言いながら周波数の約束とかできるかなって私ちょっと分かんなくって、いやすごいなって思いますよ。ほんでブルーノに、あれその人のこと嫌いじゃなかったのって聞くと、いや別に嫌いとかじゃないよ、すげえいいやつなんだよ。ただ一緒に仕事をしたくない。もう一緒に仕事するのは最悪だとか言って。でもすげえいいやつだから、仕事するのは最悪でしょ。でも、すげえいいやつ。そこの、この気持ちの持っていき方がよくわかんない。私できるかな。そのさっぱりさ、羨ましいって思うし、すごいなって思うんですよ。大事だなと思って。なんか、やっぱ、特に、あまり知らない相手とかだと、なんかね、印象で決めつけちゃったりとかするから、そういうの私も絶対したくないなと思って。だから、そう SNS とかも本当やらないんです。自分が知らない相手とか、文字だけでの会話って私したくなくって、まあ皆さんからすると、私の顔知ってるし、声も知ってるし、大体いつもどんなこと喋ってるのか、まあ、なんとなくは、わかってるっていうのがあるかもしれないけど、私からすると全然知らない相手だと最初ね、嫌なんですよね。文字だけの印象でこう判断しちゃったりする自分が嫌なんです。オンラインレッスンとかでもそうなんだけど、できるだけやっぱコミュニケーションを取ってくれる人が私好きだし、コミュニケーションたくさん取ってほしいんですよね。わからないものって怖いじゃないですか。どういう人なのかな、何考えてるのかなとか怖いから。で、私も結構自分の勝手な想像でね、勝手な、はい。うん。すいません。冒頭じゃ？なんで？あ、どうぞ。どうやってなんだ？あ、OK。勝手なこう先入観とか持つのが嫌なので、だから、ぜひぜひ、コミュニケーションを取るのを躊躇しないで、気軽に、友達になってください。逆に言うと、全然私が知らない人に対しては、冷たい態度を見せるかもしれないです。そういうこと。知らない相手に対してはどう接していいのかわかんないし、だって、
中には男か女かも分かんない人からメッセージもらってもどう対処したらいいのか分からない。名前をもう言ってこない人もいるし、お願いです。メッセージとか書く場合は、せめてね、自分の名前は名乗ってくださいね。中には名乗らない人がいる。信じられない。うん。いきなり、って、本題、バーって書いて、こうこうこうです。うん、だって、昔、SNS とか、このインターネットがなかった時は、ちゃんと手紙の時代ですよ。ちゃんと、宛名ね、書いて、何々様って書いてる。まあ、背景なんて書かなくても、お元気ですかとか、そういう前置きってあるじゃないですか。なんかね、日本人って忙しいし、みんな。だし、時間がもったいないっていうのもあるし、まあ、照れっていうのもあると思います。恥ずかしいし、っていういろんな要素が絡まって、いきなり本題に入ったりね。それもね、やっぱ、ブルーノとかね、ブラジルの文化を見てみると、ブラジル人時間たくさんあるし、日本人に比べるとね、やっぱり、落ち着いてるから時間の流れがゆっくりだし、やっぱりね、まだまだコミュニケーションっていうものをすごく大事にしてる。人との関わりね。本題に入るまでの前置きが本当に長いの。元気って。最近どう？今朝何食べた？家族元気？最近なんか面白いことあった？とか。なんかそういうのめんどくさって思う時ももちろんあるけど、あ、でも素敵だな、大事だなって。私は正直思います。私はそういうとこ好きだから、ブラジルのね、そういう文化好きだし、やっぱり知らない相手にメッセージを送るときに、自分の名前も名乗らずに、いきなり自分の聞きたいことだけ聞くって、私からするとありえない。関係ないです、SNS とか。関係ない。もうそれが簡単になりすぎちゃったからね。なんかそうなるんだけど、だから嫌いなんです。私やらないんだけど。なので、私にオンラインレッスンの問い合わせとかでも何にしても、別にこのコメント残すとかは別にいいですよ。もう関係ないけどね。別にそこで動画のコメントに自分の名前書いてくださいなんて、そんなこと言ってるわけじゃないです。個人的なメッセージを送る場合ね、その時に、お願いですから、自分の名前書いてください。書いてない人ほんとたくさんいる。お願いします。はい。というわけで、今日はここまでです。ぜひぜひ。匿名で構わないので動画のコメントよろしくお願いします。高評価やチャンネル登録もまだしてない方はぜひお願いしますね。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオベージュ。